そして次はですね、天候的にもこの宇都宮より厳しい地といってですね、北陸の富山から、やってまいりました新加入です、中村誠選手です。やはり気候が厳しい、地出身ということもあってか、彼のストイックさというのは非常に、多く語り継がれています。柿沼コーチですね、コーチとはもうこれで 4チーム目ということで、本当に切っても切れない、若干気持ち悪いような感じがするんですが仲になっております。柿沼選手の話ですと、朝殺気を感じて起きて横を見ると中村選手が V 字腹筋を早朝からしていたという話がありますけども、本当にその自らをいじめ抜くという意味では、チーム1ということで、若手にもそういった厳しさを、与えてくれる、裏キャプテン的な裏リーダー的な存在です。本当に昨年は私もブリッツェン直接関わっていたわけではないので、チームの空気というのを、詳しく感じたわけではないですが、どちらかというとこう、仲のいいチームだったというようなことを聞くことがあります。それはいいことではあるんですが、やはり、こういった、一つのもうスポーツだけじゃなくてですね、グループには、いい意味での空気を読めない人間がですね、やっぱり一人いてくれると監督としても私はあまり言いたくないのでですね、非常に助かるということで、中村監督はいい意味で空気を読まない破壊力のある一言をたまに発してくれまして、それを見て柿沼コーチと一緒にニヤッとすることがよくあるんですけども、本当にいろいろな意味で、頼りにしている選手の一人です。中村誠選手にそれでは抱負を一言聞きたいと思います。ご紹介に預かりました KY 中村です。自分はですね、正直勝てれば空気が悪くてもいいと思ってます。正直結果すべてなんで。いやでも本当に見る人は結果を求めてると思うんですよね。激しく戦って勝ち抜くブリッツェンを多分期待してると思うんですよ。なので別に浮こうが弾かれ方が走れれば正直いいと思ってます。本当は仲がいいっていうのは一番いいと思うんですよね。楽しい思い出でやれればいいっていうのは誰だってあると思うんですよ。仕事してだって職場の人とこうなんか関係が悪くなるのは誰だって嫌だと思うんですよ。はい、でも自分はあえて言うようにしてるんですね。それはみんなのためです。でも結構やっぱり言った後言わなきゃよかったなって思って相談することもあるんですよ。上野選手にはあれ言わなきゃよかったっすかねって。でその時に多分柿沼さんと柿沼さんが似合って笑った顔を自分にもするんですよ。あれ言えばいいんだよみたいな。なので下の選手もそういうの分かってですね、自分に接してください。お願いします。新しく入って、いろんな分からないこともたくさんあると思うんですけども、また皆さんに、教えていただいて、この地で頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、中村選手らしからぬ空気を読んだコメントありがとうございました。はい、だいぶ大人になってきましたね。はい、ということで